人生定期的に来るこのタイム、名付けて枯葉タイムでございます。はい、まあ、たまには、まあ、不定期に来るんですけど、まあ、どういう症状かっていうと、まず漠然と消えたいっていうね、枯葉になりたい。まあ、1年前ぐらいにも、まあ、同じような動画をね出して皆さんね心配してくださったと思うんですけど、死にたいとかそういうレベルじゃないんですけど、なんか消えたくなるんですよね。これは多分ね、仕事してる人、これ社会人とかやっぱ学校行ってる人ね、多分一度や二度は、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どういう、なんでこんなんがなるかっていうと、まあ、やっぱりその例えば、まあ、動画でね、まあ、再生数いかへんかったなとか、俺のやってることって意味あんのかなみたいな、やっぱ自分で自分のやってきたことを否定したくなるっていうね、まあ、瞬間があったりとか、なんか俺自身がこうチームの長として引っ張っていけるかなっていう自信のなさあります。正直、まあ、自分はもっと自信にあふれてワクワクしている状態っていうのが、まあ、理想像なんですけど、なんかそうじゃない自分を見せれたりするのがなんか怖くなって、でもなんか助けを求めたいけど頼れない、そういう思いがね結構定期的に来ます。なんかこれはマジで視聴者の方にね迷惑かけて本当に申し訳ないんですけど、前回はね、まあ、そういう報告だよっていうね感じやってたもんですけど、今回は違います。で、俺は思うんですよね、やっぱこういう悩みって俺だけじゃなくて多分みんなも抱えてることです。で、なんとかせにゃあかんって思うんですよ。で、俺の中では対処法は決まってて、もうそれがもう山に Go to mountain なんですよね。やっぱその死にたいとか消えたいとかね思うんじゃないですか。で、その時に俺は自分で自分のあの首をさらに締めていくっていうか、で、ほんまに息切れした時に自分は何を思うかっていう、それを確かめに行きます。ちなみに今回僕はそんなにまあガチへこみじゃないんですけど、まあ俺が病んだ時の対処法をもう少ししっかりね、実践編ということでやっていきたいと思います。はい、というわけで山にレッツゴー。時刻はなんと、2時50分ということで、登山をするにはあまりにも遅い時間帯なんですけども、今からね、登っていきたいと思います。もう疲れた。はい、とりあえず今日のね登山コーディネートをご紹介したいと思います。はい、こんな感じです。完全に塾通いでしょ、これは。まあ、正直ほんまにね、ちゃんと登山に行く人はそれなりの格好をね、まあ、していってください。まあ、幸い今5月なんで、まあ、凍え死にっていうことはねないと思いますけど、まあ、登山は基本的にね舐めてかかると死んでしまうということもあるので、まあ、ただですね、なんでこんな格好するかっていうと、病んでる時ってやっぱ何も考えられないというか、生きたいのか死にたいのかわからないっていう、これは死へのチャレンジでもあるんですよね。だからこそ装備を考える余裕なんかないんじゃないかっていう、まあ、そういう意味で、あえてこういうようなね格好でやっております。ちなみにですね、登山口にはだいたい登山カードっていうのを書くのがねあるんで、それはちょっと皆さんぜひ書きましょう。ちょっと、はあ、もう早くもしんどい。でも消えたいんだろ、俺は。消えたい奴が苦しいとか言ってんじゃねえよって。まあ、そういう感じ、うん。負のエネルギーを前進するエネルギーに変えていくっていうね。でもまあ、YouTube がでも自分の好きなことだっていうのはね、もう変わらないんで、もうそういう意味ではほんまに、ね、幸せな、誠に幸せな職業。させていただいてると思います。僕なんかさ、何へこんでんのそんなんって思う人もねいらっしゃると思います。もうほんとその通り、マジで俺幸せ者やと思います。そんな幸せ者って分かってんのに、たまにねそんなことでみんなからしたら、ね、些細なことかもしれないですけど、そういうくだらないことで立ち止まっちゃうような人間なんですよね。汗だらだらや。あー、きつい。もう今さ、膝ついて休んでると。もうこの時点で、消える資格ない。その程度やったってことやな。所詮は。心臓の鼓動を休ませたいってことは、本当に消えたいんやったら、この心臓の鼓動を限界まで追い込むメンタルになると思うから。
でも休憩しちゃってる、こんな簡単に。ってことは俺は行きたいと、そう願ってるわけやな。ああ、まあこれはハノーハートビートの定理です。心拍数200を超えられないのなら君に消える資格はない。ああ、綺麗、日差しがとっても綺麗。でもさ、やっぱこのスマホの世界にいるとなんかそれが全てって思っちゃうよね。やっぱそれは俺はマジで良くないと思ってて、結局俺大事なのは人間ってやっぱいつでも自然に帰ろうと思ったら帰れる、このアナログ的な原始的な世界にすぐに帰れるっていうのはな、これ大事やと思うねんな。なんだここにも俺の生きる場所があるじゃねえかって。なんかやっぱこの山に溶け込んでみたら気づくことって結構あると思うねんな。なんつうかさ、あ、人間ってこういう姿もあるなっていう、それもまた人間やんって。まあ都会の喧騒を離れたハイキングとかね、まさにそういう例やと思うんやけど、枯葉になってしまうかどうかの戦いをかけた俺にとっての治療法なんよこれは。あとさ、ネガティブなこと考えてるときってさ、拉致があかんのにそれについてずっとくよくよさ、スパイラルのようにさ考え込んでしまうやん。でもそれって結局あんまり意味がないというか、そうしてても答えは出えへんから、やっぱ俺のおすすめはだから自分を苦しめる運動っていうのがいいんじゃないかなと思います。やっぱ道合ってるこれ。まあ、なんでかっていうと、あの心拍数上がるとそもそも考える余裕が全然ない。常に酸欠、目の前のこの一歩一歩を踏みしめるっていうことで精一杯なの。だから余計なことを考えなくて済む。こっちやな、こっちやな。ほら見てみろよ、このすがすがしい川のせせらぎ。ありがとう山、ありがとう山。はやっぱり人類のな、あのうつ病治療施設、ジムに通うっていうのもいいんですけど、緑の中の一つになるっていうのがいいんよな。周りの人間関係悩んでるとさ、やっぱその自分の周りにいる人が全てって思うやん。でも物理的にその人たちから離れて山に来るとどうなるかっていうと、やっぱ気に囲まれるわけよ。気が俺の人間関係なわけ。気は喋らへん、全てを温かく包み込んでくれる。これがどれだけ心強いか、なんか思いを明かしたくないけど誰かそばに寄り添ってほしい、そういう風に思う時あるやん。キーは俺の全てを黙って見守ってくれてる。これはめちゃくちゃでかい。ありがとうキー、ありがとう。しかもほらすぐ友達になれる、すぐ彼女になってくれるもんキーは。あ、しんどい。あかん、止まったら寒いわこれ。あかん、やっぱタオル持って行った方がいい絶対。俺が本当に消えたいと思ってたら、俺がほんまに死んでもいいぐらいに落ち込んでるんやったら、今走ってもその歩みを止めることはないはず。よし、よーいどん。あが、無理無理、はい行きたい、はい行きたい、行かしてください神様、行かしてください。全然根性ない、所詮こんなもんや。でもさ、それならそれで別にいいね。俺は行きたかったって思うんやからさ、それが分かっただけで俺はこの山に来た意味は十分あったと思う。疲れた、満足、マジ満足。でも来たからには拝む、頂上を拝む。はい、とりあえずジャンバー来ました。あ、よかった持ってきてて。これなかったらちょっと死んでたかも。
汗かくけど、なんか寒いんですよ、山って。ああ、川です。生を感じる。まあ正直さ、思いますよ。何やってんのって思うよ、ほんまマジで。何がおもろいねんと。まあ、人と言っても楽しいと思うんやけど、まあこれはなんか、まあ孤独になることに意味があるというか、やっぱ内なる自分の負の感情と、自分の持ってる負の感情バーサス、山の苦しさ。これを戦わせてんねんな。もういわゆる虫キングみたいなもんよ。今これもう一人の僕、くよくよしてる自分とか、落ち込んでる自分っていうのは、やっぱもう一人の僕なんですよね。もう一人の僕は、多分誰の心にも潜んでて、やっぱ普段は姿を隠してるんやけど、ふとした何かのきっかけで、そいつは目覚めて、いつの間にか自分の心の大半をさ、占めるようになるわけやん。そしたら、何するかというと、もう心のゴキブリホイホイ。ああ、もうそいつを駆除しなあかんわけ。で、まあ方法は多分いろいろあると思うよ。友達と遊ぶもよし、一人でカラオケ行くもよし、誰かに相談するもよし。まあその解決方法の一つが、一人で山登りなんですよね。もう最初からここまでね、やる必要ないと思う。ただ、なんか僕の抱えてるものは、まあちょっとした気分転換で忘れ去るようなもんじゃなくて、なんかもっと根本的にさ、ああ、綺麗。ああ、綺麗。この山の間からちょっと見えるこの街の景色。なんてちっぽけなんだ。俺はよ。なんてちっぽけなんだって感じられるよな。これが本物の世界やと思うね。で、ごめん、何の話だったっけ？ゴキブリホイホイね。まあやっぱさ、自分を駆除するっていうのにも段階があって、これは結構最上級、かなりまあ上級者向きの修行かもしれん。一人で山登ろうなんて思わへんよ普通な。けどでもやろうと思ったらさ、割と誰でもできるやん。一人で山登りに行くってさ、そんな別に難しいことじゃないというか、自分がやろうと思ったら絶対できることやから、まあ、もしよかったら参考にしてみてほしいです。ただし装備はね、しっかり人の迷惑にはならないように。うん、僕は絶対に生きて帰ります。ほら、太陽も笑ってるよ。ありがとう太陽。木漏れ日最高。あと太陽光浴びるの大事。もう俺さ、あと YouTuber って基本家に引っ込んどるから、まあ結構やみやすいと思う、やっぱり。まあソロ YouTuber の人って大体さ、大体の人がさ、無期限で活動休止とかさ、まあ、したりするじゃないですか。やっぱね、孤独なんですよね、ソロ YouTuber の人たちとかって。僕はそういう意味ではまだマシなんですけど、全然、ね、本当の意味でなんか楽な職業ってないかもしれないですね。なんか人それぞれやっぱ何かしら抱えてると思う。 待って、むっちゃ綺麗。これ最高やろ。これもう来た意味やったやろ。マジで晴れててよかった。今だけ言わせてくれ、理系のみんなごめん。マイナスイオン気持ちええ、マイナスイオン気持ちええな。これあるわ、これマイナスイオン。空気中の酸素を電離してる、間違いなく。っていうほどもう気持ちいいな、マジで。一人やけどさ、俺来てよかったよ。ありがとう、キー。お前ら全員俺の友達や。なあ。お前友達やろ、俺の。今明らかにこれ登山者の人に見つかったら、やばいやつだと思われるんやけど、別にいいんすよ。だって俺消えたい存在やもん。消えたかったらね、最後何してもいいやん。まあ、消えへんけどな。まあ、俺の持論上、二度と会うことがない人やったら、まあ、恥かいてもいいかなっていう。木漏れ日の太陽光はマジで希望。これ教訓やわ、今。あのただの太陽光じゃなくて、木から差し込む太陽はマジ友達。まあ正直さ、俺はもう
なんか俺は自分の負の面を出す動画って好きじゃないよマジで。どっちかというとさ、やっぱ単純に見て笑える動画っていうのを目指してるから、正直こういう動画って人からのお涙ちょうだいみたいな、あんま好きじゃないんですよね。けどこれをやっぱやることでちょっと疑似体験してもらえたら嬉しい。やっぱインスタの DM とかでやっぱすごい悩み抱えてる人いっぱいいるんですよね。もう俺じゃどうしようもないというか、もうなんか答えられへんような、そんな質問がいっぱい来るんですよ。でやっぱさ、みんなすごい悩んでるなって思って、まあそういう人たちにねこれをちょっと見てもらって、まあ何かしらこうきっかけというか、まあ行動のきっかけしかり、逆にまあ俺の不幸というものをまあ密に捉えてほしい。そこはもうまあ俺はいつもね、まあはっちゃけてるとは思うんですけど、まあ基本的に俺って結構まあ気分が落ちたり晴れたりっていうね、なんかメンヘラみたいなやつなんですよね俺って割と。まあ YouTube ではまあ基本的に明るい面しか出してへんけど、まあ中にはね落ち込んだりとかしたら、もう普通にソファーに横たわってずっとぼーっとしてる日もまあたまにあります。みんな大人ってさ、大人やと思うやん。でもそうじゃない、みんな大人の仮面をかぶってるだけ。結局大して別に目は変わらんと思う。まあ表面的な成長はあるかもしれんけど、やっぱへこむときはへこむし、それにいつでも対処できるかって言われたら、みんな なんとなく買い物とかして、あるいは感情に蓋をして生きてるとか、我慢してみんな生きてると思うねんな。やっぱ弱い面を見せへんだけで。でもみんなやっぱり大人は大人で、まあ普通に弱いと思う。全然弱いと思う。まあそれはなんかみんなにはしといてほしいかも。まあ高校生、大学生の皆さん、中学生の皆さんにはね、お父さんお母さんとかもやっぱ子供の前では明るかったりね、まあそれは怒ったりとかもあるかもしれんけど、やっぱり子育てどうしようとかさ、子供の教育はこれで合ってるかとかさ、やっぱ気になってると思うねんな。自信がなかったりすると思う。だから厳しく怒ってみたりとか、逆に何も言わへんくなったりとか、やっぱ人それぞれいろんな思いを抱えてると思うね。で僕は結構もうちょっとずもう新型なんですよね、そういうのに。まず抱え込んじゃう時もあるんですけど、まあ、こういうふうにそれを吐き出しに来るとか、現状を変えたいと思ってなんか行動してみる、そういう生き方ですね僕は。まあ、今もさ、でこの山登りしたからってじゃあなんかチームが良くなるんかとかさ、なんか YouTube がさ好転するんかって言われたら、もう全然そうじゃないやん別に。ある意味現実逃避かもしれへん。でもなんかそうじゃなくて、家から一歩出たっていうだけで、こたつから一歩出たっていうだけで、なんかそれはもう進歩というか、それだけでも状態としては自分の心の状況はそれで変わったりするから、なんかその自分の中でそれをどう受け止めるかっていう、その受け止め方っていうのは変わってくると思うね。何かしら、ただ自殺だけはやめて、マジでそれだけはやめてほしい。あのやっぱさ、苦しみから抜け出す方法ってやっぱあると思うねんな。 あかん、しんどい、ちょっとしんどいぞ。目をつぶると風が語りかけてくる。今日はどうだった？風が僕の一日を訪ねてくる。枯れ葉になりたいと思ってたけど、今はもうどうでもよくなっちゃった。そうだろうそうだろう。風は笑いながらどこかへ消えていった。そんな今日の午後、僕は恋をした。トゥル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 。ああ、この辺はだいぶしんどいね。正直女の子にはこのやり方おすすめしない。はい、 1000m 級の山はおすすめしない。普通にきついっす。こんなにきついもんすか。
こんな行きたいと思うと思わんかったわね。しんどいって思うってことは行きたいってことやから、マジで。見て、でもなんかさ、見て見て、だんだんさ、なんか見て、ほら、だんだんさ、山が木がなくなってきた、剥げてきた。ってことはこれ山頂が近いぞ、これもう山頂近いかもしれん。マジ希望。てかやっぱ一人で行くのって心細いやん。でもこの心細さがまたまあいいんよね、いいスパイスというか。今まだでも登り始めてまだ1時間やな。よし、こっからダッシュだ、ダッシュ。おお、生きるぞ、生きろ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 、生きて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 、死ぬ、そして死ぬ、そして疲れた。あ、無理。ありがとう。あと一人でさ、孤独に山を登ってるとやっぱさ、そのさ、下界が恋しいというかさ、下界のありがたみを感じる。待って、めっちゃ開けてきた、急に。やった、開けてきた。なんか俺のやってきたことをさ、肯定してくれるような、そんな天空への入り口、ありがとう。ほら、もうちょっとじゃ。こんなちっぽけでもよ、こんなちっぽけな挑戦でもさ、心は晴れやかになるってもんよ。うわ、待って、ここなんかトーマス見てって感じやな、ここな。楽しそう。この上になんかさ、天使いそうやもん。マジで静か。あ、ここまで来た。見て、バリ綺麗、バリ綺麗、最高や。これを見るために生きとったんや、俺は。見てみ、ほんまに綺麗やろこれ。バリ綺麗やろ。いや、でもこの感動を伝えたい。めっちゃ綺麗やで。やっぱこんな世界あったんやっていうか、まあやっぱ山って綺麗やなってみんな知ってると思うねんけど、すんげー気持ちいい。なんやこれ、めちゃくちゃ気持ちいいやないか。あ、私の正体大事やんこれ。もしもし母さん、見えてるこれ、めっちゃ綺麗やぞ俺。母さん、俺は幸せもんだよ。俺死んだ、もしかして。なんかさ、人いいひんし、景色もクソ綺麗やし、なんか俺死んだんかなっていう。これ三蔵の母ちゃん、これほんま、これ見て、これトーマスで見る景色やん、これトーマスでしか見たことない景色や、これなんか。あ、なんか看板見えてきた。天国への門や、天国へのカウントダウンや、これなんだこれ。やべえ、あっち行ってみよう。じゃあ、あっちの方が高そうなんで、こっち行ってみます。待って、最高やろこれ。やばい、テンションバリ上がるこれ。生きててよかった。いや、もう生って最高やろ。待って、寒すぎるわ。ほんで寒いわ、しかしここまで来たらさ、なんでもできちゃうって感じだよね。最初のさ、俺嘘みたい、まるで嘘みたい。人生どうでもいいやって思ってさ、寒くても上着着ようなんて思わへんやん、多分。このままここへ死んでしまえばいいんだとか思うかもしれんけど、自然の中で生きてて自然に巻きようって思うやつはいいと思う。自然と自然からなんとか生き延びたいって思うようになるねん、これ。
生きててありがとう。こんな世界があったんやな。見てこの青空、こんなんありかよ。マジでかですよこれ、ほんまに。冗談気づいて、風固いすぎやて。というわけで、山ありがとう。